ちゃんラジオ。はい、エルちゃんラジオの時間です。毎日暑くなりましたね。そんな中、困ったことが2点ほどありまして、今日はそんな話を聞いてください。動画の方で取り上げたんですけど、玄関の鍵にですね、セサミっていうのを取り付けました。鍵の閉め忘れやスマホから操作で開けたりとか閉めたりができるっていう便利なやつを、中古だったんですけど買ったんですね。そしたら毎日暑いので、部屋の中自体がものすごく暑くなってるんですよ。だから扉もですね、まあいい感じに暑くなってまして、セサミがですね、両面テープでくっつけてるんですけど、両面テープがドアから外れて帰ってきたら、セサミが下に転がってました。その後もですね、何回か両面テープを強力なやつに変えたりして貼ってたんですけど、いやーダメですね。なので今は外してそこら辺に転がってます。時間がある時にゆっくりこう固定しようかなとは思ってるんですけど、今の状態だとどうなんですかね。つけてもまた外れるなら意味がないですよね。何かいい考えがあればコメントお願いします。そして2つ目なんですけど、こちらもやはり暑さですね。暑さのせいでちょっと困っているものです。モバイル Wi-Fi なんですけど、家に置いたままにしてるんですけど、充電が残っているのにあまりの暑さで電源が落ちてしまってます。夕方家に帰ってきた時にネットにつなごうと思うとつながらないので、あれと思ったら電源が落ちてしまいまして、最近は少し慣れたんですけど、一発目なんかは本当に焦りまして、電源ボタンを押すんですけど電源が入らないんですよ。壊れたかなって思ったぐらいで、これ修理に出さないといけないなとかいろいろと考えてたんですけど、結果的にしばらくしたら電源が入りまして、それ以降何回か帰ってきた時に落ちてるってことはあったんですけど、まあ元気に動いているっていう状態ですね。こちらもですね、何かいい案があればコメントいただけると嬉しいです。ということで今回のお話はここまでです。まだまだ暑い日が続きますので、機械だけじゃなく自分の体も気をつけて過ごしたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。